どうやってやればいいの？こうか。いやー、皆さん。こんばんは、僕です。いやー、さっき突したやつなんですけど。クキワカメ食べます？クキワカメ食べます？あ、クキワカメうまい。クキ、レグタンのクキワカメ。クキワカメ。クキ。やっばい、もう意味ないんだけど、お尻出したでしょ。お尻出したでしょ。あのさ、いやー、じゃあね、さっきの子にね、トッチするから俺、さっきの子にね、あのトッチするから俺。今ねえねえ、どんな気持ちって。もしもし、もしもし、レグタン、うん、レグタン、今レグタンのところで僕放送してんの。だってコメジャックされてるの知って、放送してんの。私がコメをあのもう食べる。茎わかめ食べる、まだ食べてる途中なんだけどさ。コメジャックするのは、あれ、あ、なんやねん、あんた誰、有名な人ですか？全然自分では言えないと思うけど。うん、元気ですか？え、誰ですか、まずあなた。え、登録放送コメジャックしないでくださいよ。え、コメジャックできるようにさ、設定してんの、どこのドイツなの？私です。お前じゃん。それは私が悪い。お前じゃないの？はい、わかりました。すみません。ええー、いや、もうこれからもやっちゃうけどね。ねえ。はい。レグタン、ごめんなさいしてよ、僕に。やだ。じゃあ僕毎日放送しちゃおう、ここで。やめてください。ジャックコミ消せばいいじゃん。そうしたらね、できなくなるよ、ジャック。そうすればジャックできなくなるよ。うん、消す。コミュニティ、コミュニティ消す。ちょっと待って待って待って、ちょっと待って、ちょっと喋らないでいいから。なんで放送見えないの。な、焦ってんの、焦ってんの。え、焦って、え、何、どうしたどうしたどうした。何怒ってんのよ、何怒ってんの。怒ってはないけど。うん、誰ですかって聞いてもいいですか。僕、うん。ティロフィナーレ石川。なんかよ、なんかよ、だってそっちが突してきたんじゃん。じゃあ名前聞いたけど、うん、聞いてどうにかなんの。ねえ、聞いてどうすんの。あ、取れた。鼻から取れちゃった。うん、ねえねえ、な、放送しちゃダメなの俺ここで。ねえ、放送しちゃダメなの、聞いてんの。ダメです。なんで。人のコミュニティだから自爆してきてください。なんで取れた。なんでやっちゃダメなの、人のコミュニティで。ねえ、人のコミュニティじゃん、自分のコミュニティあるんでしょ。ない。あ、そうなんだ。だってさ、お前が
コミュニティを使えるように設定してるわけでしょ。それは私がやりました。そうでしょ、お前が悪いんでしょ。だからそこは、だからそれは私が悪い。なんで笑ったの今。笑ってねえよ今さ。クスってしたろ俺の顔見て。まず放送見てない。お前失礼だな。お前俺の顔見て今笑ったんだよ。放送見てないってば。なんで今じゃあクスって笑ったの。じゃあさ、まあ、失礼だと思わないこれ。じゃあ普通の顔するよ。何キャプってんのお前。何今クリックしてキャプってんの。え、なんかキャプることなんて。今キャプってんじゃん今。カチカチって今聞こえたよ今。キャプったろ今俺のやつ。キャプんない。お前ハトルだとかに俺の顔さらしたらお前ハトにするぞ俺。な、明日から公園でお前餌もらうよ。うん、ハトにするから。キャプってねえから。じゃあ何に今カチカチしたの。なんでマウス動かしちゃダメなの。じゃあ何をカチカチしたの。じゃあ教えて。スカイプで突がいっぱい来てるから切ってた。明日からねお前ね一日中放送されるよ。お疲れ、頑張って。俺がねチケット使って6時間ずっとつなげっぱなしにしとくから逃がさないからお前。うん、お疲れ、頑張って。何も疲れてないよ俺。何もお疲れって言われることないよ。何にも疲れてないもん。え、なに、あ、許可くれんの。え、やっていいのじゃあ。え、許可もらったの俺。もらってない。じゃあなんでお疲れってさ、お疲れってさ、あの、今日一日お疲れ様でしたってさ、いい言葉なのよ。ね、俺にそんないい言葉かけてくれるってことは許可したってことなんじゃないの。え、どっち。何君が不機嫌なのはさ、何これ、茎わかめダメだったってこと。食ったことないからわかんないです。こっちなら OK。 これで機嫌直してよ、これで。いらない、ゾンキラ。似てんじゃねえか、似てんじゃねえか、てめえ、おいしい。お前見てないって見てたじゃねえか。お前見てんじゃねえか、これ。お前見とったらか、おい、おい、見てんじゃねえかよこれ。お前見てんだよ、なんで見てんのって嘘ついたよ、これてめえ。おめえ舐めんのもいい加減にしろよてめえ。ああもう切れた、もう俺マジ今日鬼行きになるからマジで。ああもうぶっつんした。ああもう今日鬼行きになります。もうぶっつんしましたから俺。もうぶっつんしちゃいました。もうプッツンしちゃいました俺。もうプッツンしたから俺。お前もこんな風にしてやっかんな。お前見てんだろ。お前もこれテレビが真っ赤にしてやっかんな、お前。お前もこんな風に真っ赤にしてやっかんな。お前、俺に嘘ついたってことはそういうことだかんな。俺のジャスティアーシー舐めんじゃねえよ、お前。お前がこれ見たいのか、お前たち。覚えとけよ。俺が石川のりゆきって言うからよ。え？次の放送に行くのはお前らんところだからね。覚えと